どですえっ、ー、と火葬場で働いていたらいろんな方が、えー、ねこう怒られていろんな亡くなり方があってとか言ってねまあまあ僕自身もね自分は最終どうやって亡くなるんだろうかっていうような気持ちはやっぱこうなんかあるわけですよいろ、えー、んなを見てるとね。でまあその中でもですね今回ちょっとお話ししたいのがあの要は「産みたくなかった」とか。 えー、まあそういう、まあ、生ませたくないというか、えー、いわゆる中絶のねそれをちょっとお話しさせていただきますね。あのまあ、これもね、まあ、いろんな事情がねいろんな事情がそれはもちろんあることが多いと思うんですけれども、えーとですね、結構そうですね、まあ、都会というか、えー、そこそこ件数が多くてでそこそこ何年も働いていたらやっぱりそういうのってねこう出くわすことって結構あると思うんですけれども。 なんかね結構わかんないですけど僕のイメージなんですけどやっぱ学生さんとかねうん、まあ、そんなにそんなにしょっちゅうとかないですけどでもやっぱ何回か見ましたよ。えー、っとでねまあそういう時の様子というかねもうなんかあのー、すんごいやっぱどんよりしますよ。すんごいあの何、ー、でしょうかね。 もう大体ねその、えー、まあ、娘さんとねでお,お父さんお母さんとか、えー、まあ、来られたりとか、えー、するんですけどもまあ、当然ね、うん、実際じゃあなぜそういうふうになったのかってその経緯はねこ,れはこっちは知らない仮想場職員なんで、えー、そんな聞きませんし別にねでまあ、もちろんあのもうなんか半ば無理やりそうなったとか、えー、そ,うそういうこともあると思うんですけどまあ まあ、まあ言って割合としてはですねやっぱりその否認ちゃんとしてなかったっていうのもね結構あると思いますてかまあまあまあそう,そうでしょうけども一般的にはあのでもねこれ僕思う僕の男なんですけどあの,あの現場見るとねやっぱり女の人の負担きついなってすげえ思います。もうこれ,これは本当にでそういう現場って、まあ、当然のことながらね例えばそのじゃあ学生さんでで、まあ、女の子で。 でもまあそういうことで中絶することになってででもまあそうですね大体はねお骨上げもしないっていうのが多いんですけどね大体割合としてはまあでもあのもう仮装してでお骨上げまでするっていうふうに決断え判断される方というのもいらっしゃってでそういう時はまあ要はこの我々え僕みたいなえ仮装職員がですねこうまあお骨上げ担当したりとかするんですけれどもまあ当然男の方は来ないですよ。 まあそう来れないですよね。っていうか親もう来んなっていう感じになっちゃうわけですよ。うんっていうふうに考えたら負担をやっぱ,やっぱあのどう考えてもねうん女の人の方が大きいなっていうのはねすごく僕思いますね。うんなのでなんか急になんですけどなのであの、ね、ちゃんと否認とかした方がいいよっていうね。 本当にあので、まあこの動画見てる方ってそんな若い方いないですあの僕よ僕と同じぐらいか僕よりも年上の方が見てる方が多いわけですよあの話題が話題だからうんなんだけどまあそういう意味ではねあの僕今子供別にいないですけどねそのお子さんいらっしゃる方もが方もですねおそらく見てると思うんですけどだからもしねそのお子さんがそういう年になってるかあの本当言っといた方がいいですよあの本当にね あの大変ですもうなんかなのでそのお骨だけの雰囲気もねまあもうやっぱりそのうーんっていう感じになりますんでねでそのやっぱり単に悲しいだけじゃないんですよ。なんかねその下駄君が下駄じいちゃんになってなんかすごい大往生してで,でなんかあのちょ,ちょっとあの病気しちゃってですぐ亡くなっちゃってみたいななんか100「百何歳でした」とかだったらまあ まあ悲しいねとまあでもまあ頑張ったねみたいな感じになるわけですよ。なんですけどそそそののの中絶れに関ししてはその悲いいだけじゃななですよねなんかあのー、後悔とか怒りとかあなんでみたいなとかなんかもういろんなやつがこうねあのー、もう入ってるというかそういろんな感情入ってるんだろうなっていうのがあのー、やっぱ分かりますんでね。 なので是非、えー、ね、まあ、そういう年頃のお子さんとかね、まあ、もしくはこれからなるんだったら本当言っといてくださいあのーよまあ、やっぱああいう経験はね、えー、で特に学生でわ、えー、わざわざしなくていい経験だと思うんですよね。えー、なのでね、まあ、ちょっとそれを伝えたいなと急激に思ったので、えー、今日動画撮らせていただきました、えー。ということで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。